前の交差点のプレートパーツ結構薄かったんですけど、今回は厚みがあって余計リアルに見えます。皆さんこんにちは、ジェイソン・レゴブリューだ。ヒューヒューだ。はい、今回紹介するレゴはこちらです。はい、こちらレゴシティつながるロードプレート交差点です。はい、今回の動画はこちらを組み立ててレビューします。はい、今レゴ好きの中で相当話題になっているこのロードプレート交差点をレビューします。ちなみにロードプレートの交差点は今まではこちらのプレートパーツでしたが、今回のはもう堂々としたブロックになっています。で、こちらのロードプレート交差点は街灯、信号機、道路標識、ハンプ、横断歩道があります。これはかなり本物に近いように作られてて、これはすごいです。はい、箱の後ろはこのようになってます。今回はミニフィグは付きません。同じ時期に発売されたレゴシティと組み合わせて遊べれます。では開けます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が3つと説明書が1冊です。あのプレートパーツなんですけど、思ってたより小さかったです。前のプレートパーツの4分の1のサイズになってます。箱の裏には組み立てれるパターンが全部で3つあります。では袋からパーツを取り出します。はい、完成しました。おお、結構でかい。あのパーツ自体は結構小さいんですけど、いざ組んで出来上がったらめちゃくちゃでかいです。前の交差点のプレートパーツ結構薄かったんですけど、今回は厚みがあって余計リアルに見えます。これ本当に画角に収まりきらないぐらいめちゃくちゃでかいです。はい、では近づいてみるとこんな感じです。速度制限の標識や横断歩道の標識めちゃくちゃリアルですね。これすごい。そして信号機と街灯はこのようになってます。信号機に関してはレゴエクストラで作った信号機とほぼ一緒ですね。で、今回すごいのはこの街灯です。この街灯の上の白いパーツはなんと発光します。では今から部屋の明かりを消します。せーので。はい、こんな感じです。あの見えづらいんですけど結構光ってます。いや、これは本当にすごいな。横断歩道の完成度すごい高いです。それ以外には装飾品もあります。これ画角オーバーしちゃってるんですけど、今まで発売された交差点プレートと並べるとこんな感じです。前の交差点プレートはすごく大きかったんですけど、今回はかなりコンパクトになってます。今回比較して分かったんですけど、厚みと大きさと拡張性や自由性が全く違います。今回こちらの組み合わせ以外に、こんな感じで直線の組み合わせや、こういった L 字の交差点にすることができます。ちなみにこの交差点のパーツの脱着は、もうめちゃくちゃ簡単です。パーツ自体が結構大きいので、これはかなり作りやすいです。あ、ちなみにこの空いたパーツは、この 4×1 プレートで埋めます。はい、もう3分も経たずに、最初の T 字の交差点になりました。
では次は今まで発売されたレゴシティとどこまで遊べれるかをやりたいと思ったんですけど、実はレゴシティはこちらのアイスクリームワゴン車以外全部バラしちゃってるので家は基本的にないです。一応タウンハウスのおもちゃ屋さんあるんですけど、あれまだ開けてないので建物との拡張はタウンハウスのおもちゃ屋さんでやろうと思います。とりあえず今回の動画ではレゴシティの働く乗り物系と組み合わせて遊んでいきたいと思います。まずこの交差点から入ります。おーおー、結構スムーズに動きます。あー結構これ違和感ない、すごい。ただこちらのアイスクリームワゴン車はハンプとの隙間がもうギリギリなので、こんな感じで調節すればハンプに当たることはありません。じゃあ続いてはレゴスピードチャンピオンを使います。ちなみに使うのはマクラーレンセナとこちらのウラカンスーパートロフィオ EVO を使います。では行きます。あ、これもアイスクリームワゴン車と一緒でスムーズに上がります。そしてハンプは、あ、これがっつりハンプ当たっちゃいますね。マクラーレンセナは幅的にアイスクリームワゴン車と一緒なんですけど、裏側のこの車のベースパーツに当たっちゃうのでこんな感じになっちゃいますね。では続いてはウラカンスーパートロフィオいきます。基本的には一緒ですね。じゃあこのハンプに当たるかどうかですね。じゃあいきます。あ、もうがっつり当たりますね。裏面にこういう車のベースパーツがあるものはもうがっつり当たっちゃいますね。車道の幅はこれがっつり超えますね。レゴシの乗り物系はこのアイスクリームワゴン車程度の幅でしたら、まあ一応違和感もなくて、スピードチャンピオンもマクラーレンセナのような大きさのであれば基本的に大丈夫ですけど、2020年に発売されたレゴスピードチャンピオンだと結構横幅に違和感はありますね。はい、レゴシティつながるロードプレート交差点はこんな感じです。はい、ということでレゴシティつながるロードプレート交差点をレビューしてみました。僕思ったんですけど、これ2個買えばよかった開けた時に結構小さいなって思ってたんですけど、小さい割に拡張性があってかなりいいと思いました。僕個人的に前のプレート交差点と今のプレート交差点だったら絶対に今の方がいいと思います。前のプレート交差点は確か1袋に3枚か2枚しか付いてこなかったんですけど、こちらの交差点プレートは全部で4枚入ってますので枚数があるので結構お得だと思います。でさらに信号機や街灯や装飾品も入ってますので、これは前のプレート交差点と違って結構お得に見えます。もうこのプレート交差点がすごくクオリティが高いので、もうこれはもう一個買います。はい。もう一個買ってサーキット場みたいに一周にしてみたいです。で、おそらくなんですけど、第2弾発売されるとなったら曲線や今回作ったものと異なった標識が出ると思います。で、新しく発売されたレゴシティのこういう交差点があるシリーズは気になったものがあれば買って撮影してアップロードしたいと思います。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただく最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ